はいみなさん、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。2月の18 0え何日ですか <laughs> 2月の1日土曜日ですって。えー、もうね、2ヶ月まるまる経ちましたね。あれは、 12月の16日夕方お昼過ぎっていうんですかね3時ぐらいでしたか突如メールがね私のパソコンの方にやってまいりましてまあ言うまでもなくというかねご存知の方も多いと思いますけども一回あなたのアカウントをストップしますということでね この今見ていただいている私の「イガチャンネル」というですね YouTube チャンネルのまあ広告というのが一旦そこでストップしまして、まあ、その原因であったりとかね、えー、詳しいことはそのメールには書いていないんですけれども実は去年の5月にもですね一回そういうことがありまして急遽こうストップしますよということになってでいろいろやり取りをしていくと ご本人確認のね詳細がちょっとこうえ抜けてるところがありましたのでそこを確認したいということで改めてその住所の記載されている身分証明書っていうんですかねそういうのを送らせていただいてその去年の5月の時にはそのアカウント確認で3週間約ね、えー、で OK ですということでこうね元に戻ったわけですけど。 昨年のその12月の16日にまたストップしますよというメールが来てもう私もね前回まあ3週間ぐらいでしたのでまあそれでもね非常に長いなという感覚ではありましたけれどもまあそんな感じかなと思いながらまあ年内は絶対無理だなと12月16日ですからね年明けてすぐかななんて言って年明けてからですねまあ今まで通りいろんな アーティストの方の方歌声を聞いて勝手にレポートしていく歌レポートというのをねやっていける間にそういうふにするまでの間にね「紅白歌合戦」を勝手に審査していこうというまあ音声のみでしたけどそれをやらせていただいてねまあそれをやってる間にはね戻してもらえるかななんて思いながら結局あの「紅白」のやつも21日間でしたっけね丸々3週間やりまして。 そう言ってる間に1月1日からでしたからもう1月の21日ぐらいまでかかりましたしれっともうね1か月1月16日を過ぎましたので1か月経ちましてまあそのあたりからですねまあその詳しい止まった原因がわからないんですけどもえー、まあ一応ねもう一回アカウント確認をさせてもらえればそれ完了したら あのすぐ戻りますよっていうなんかやり取りをメールでいただいてあようやくここまでとりあえず来たなというねじゃあまたアカウント確認、まあ、そっからまた3週間も長いなと思いながら、えー、1月の半ばぐらいに遅らせていただきましたがまたね2月16日を過ぎ丸2ヶ月と経ちましてですね えー、まあということで広告が止まってから2ヶ月ということを今長々と説明をしてるわけですけど決して私はですねそれを今また2ヶ月経ちましたよと言ってここで文句を言いたいわけではなくてあのこんなね「『最後のつぶやき』なんていうですね全く誰かの歌声を聴いてレポートしてるという、まあ、内容ではないもうほぼ私のプライベートみたいな。 ね、プライベートとして皆さん興味があるのかというねイヤホンがどっか行ったよとかそ,そんなそんな話を毎日毎日ねさせていただいてる状況でそれでもこうやってね毎日聞いていただいてる方たちがいてもう本当に本当にありがたいなという、はい、気持ちとともにですね、まあ、2ヶ月経って私が思うのはねやっぱりこう歌声レポートを やりたいんです、ね、私ええー、あのまあ去年のその12月16日まででもう約2年毎日毎日頼まれてはないですよ誰からもねええー、私が聞きたい見たいと思っている方たちの見ながらですね勝手に歌声レポートしていくんですけどそれがもう毎日の生活の一つのこうねルーティーンみたいになってましたから。 それをやっぱりややっっっていないななととちょっとこうね、ねもや。もや感がやっぱあるんですよ、ね、なんか変な話ですけど自分が勝手に始めたことでね、えー、別にどのタイミングでやらなくなってもよかったはずなのがいつの間にやらもう私の体の一部どころか三部ぐらいになってましてねそういう言い方であったのが、ね、一部一体の一部だったものが。 もっと一部どこじゃないっていう場合に体の三部で使い方多分合ってないですねこれはきっと。<laughs> となってたんでしょうねだから、あのー、例えば昨日だったら金曜日ね「ミュージックステーション」やってますよとなってたりするとやっぱこう見たいんですよね、えー、昨日も「キンプリ」でしたか、えー、出演されていたということででも見ちゃうと余計にこう歌声レポートしたくなるので。 あのー「カウントダウン TV」例えば月曜日のね夜にやってますとか見たいんですけどなんかね意図的に見ないようにしてる自分みたいのが出てきて何でしょうねこの感覚はもうたですよね見たらいろいろ言いたくなっちゃうからだからあのー、ちょっと前にねまた地上波で再放送されてましたけれども ザ・カバーズでしたっけね。正式名称ザ入ってましたかね。ザ・カバーズというね、えー、番組の中で、ストーンズの京本タイマー、タイ,タイ,タイマダメダメダメ。本当にダメな言い間違い。いえー、もう一回言いましょう。ストーンズの、じゃあ今何が気に入ったかというと、ストーンズっていうね、発音があるでしょ。ジャニーズのグループストーンズですよ。シックストーンズとか言ってストーンズというグループの名前があるんですけど、この間 あのボイトレの生徒さんでねもう大ファンの方がいるんですよ SixTONES ファンの方がでレッスンでもそうね「2人」という楽曲を歌われてたんですよでも私もまあストーンズすごい好きでね見たり聞いたりさせてもらってるのでそこでねな,なんとなくこうレッスン中のこう話のやり取りでこれ正式には SixTONES じゃなくてストーンズですよねっていうそのイントネーションの話をしてたんですよつい先週ぐらいかなその人とで うん、なんかメンバーもみんなストーンズって言ってますよね、みたいなことで。そうだそうだ、ビーズと一緒ですね、みたいなね。ビーズとみんな言いますけど、本当は本人たち、ご本人たちはビーズって言ってるんですよね。えー、だから、ね、そういうイントネーションあるね、と。えー、という話を今知ってたのを思い出しながら、ストーンズのって言ってしまったことで、 あ違う違う本当は SixTONES だったなっていつもこう言ってしまってまた間違えちゃったなって思いながら「京本大河くん」ってもちろん言おうと思ったんですよはい絶対言い間違っちゃダメですけどね、えー、ちょっと一回皆さん記憶を消してくださいストーンズの京本大河くんがですね、はい、何事もなかったように、えー、THECOVERS という番組の中であの曲を歌われてるんですよだからそれとかもね まだ見てないいですだから見見たいのに見ちゃったら、ね、いつも私の歌声レポートというのはこう初見で大体見てるんですよ。な、ま、ん、あ、でかっていうと改めてね、えー、もう皆さんご存知かもしれないですけど一番最初の印象っていうのは一番最初しかないので当たり前ですけどね。だから私がパッと初めて見た時にどう思うか何を感じるかということを自分自身もこう どんな反応するかなということを楽しみながらやりたいという、まあ、勝手なコンセプトですけどね。だから見ないわけですよ。歌声レポートする前はね。だけど見たいんですよ。っていうかそういうものがいっぱいビデオの中に、今ビデオってあんま言わないですね。ハードディスクの中にいっぱいあるんですよ。えー、だからもう。<laughs> そういうのが見たいっていう気持ちもあるんでしょうけどねうんねいつになるのでしょうかとこうね、えー、この「大河のつぶやき」をいつも聞いてくださっている方たちは本当に本当にこの登録していただいている皆さんの中でも最前列でもう応援していただいている本当にありがたい、えー、皆さんというかねもうありがたい気持ちでいっぱいなんですけれどもその方たちからするともう日々ね いつ戻りましたよっていう動画が来るかというのをこの街にしていただいてもしかしたら私以上に皆さん待っていただいているかもしれないですけどまあね改めてこう2か月経ちましたよということでちょっとね思っている気持ちを改めてこうお話をさせていただこうということでまあ最後にちょろっとだけこうねお話思ってる気持ちをもう一個だけお話しするとまあ今の時代というのは本当にねあの便利だし 皆さんがこう過ごしやすい綺麗、ね、<laughs> にまとめて喋ろうとすると急に喋れなくなりますけど、何が言いたいかというと、例えば、今もうね、電車に乗るときなんかでも、ホームに行けばですね、昔は時刻表がポンと置いてるだけだったものが、えー、次の電車は何時何分ですよというのがこう電光掲示で出るような時代でもうちょっと進んできて、今ね、今から来る電車は、一つ前の駅にいますとか、二つ前の駅にいますとか、 出ていたりね、えー、病院なんかでこう待合室で待っててもですねあと何人ですとかそういうのがこう律儀に出てくれる、まあ、便利なというかね非常に、えー、優しい時代に私はもう生きてしまってるのでこうやってまあね、2ヶ月待っている状態であってもねなんかそういうこうねな,な,ないんですよ本来はそんなものは、まあ、ないまま皆さん生きてきてるんですけど。 今のの時代のこう、ね、流れにちょっと甘えちゃってる部分があるんですけどあとどれぐらいなのかっていう目安はちょっとあったらまあ私も含めてですけどこのねグーグルさんというのはもう今インターネットの世界ではもう素晴らしいね何て言うんですか実績って私が偉そうに言うこともないですけどを、えー、積み重ねた大きな大きな会社ですからそれはもう一人一人対応していくのは大変なことは もちろんわかりますけどだからこそね私以外にもたくさんこうしていろんなことで待ってる方というのがいらっしゃるんじゃないかなと思いますしね天下のグーグルさんですから別に文句を言いたわけじゃないですよもちろんなんとなくこうね、まあ、100%がゴールだとしたらまあ大体ですよ大体この辺まで来てますよだったらなんとなく気持ち的にねそれが えー、昨日まで48%だったものが49%に動いていれば少しずつでも進んでるんだなというなんか実感が得られるわけですけど、まあ、今のところそれが全くもう私の感覚的にはないんですよね。だからも,うもはやどっかにこう置いてきぼりにされてるんじゃないかと思ってしまうぐらい、えー、そんなことは絶対ないんですけどきっとね。 うんなんかねその,そのアナウンスがまあ今の時代に私は溺れてますよちょっともう悪い意味で麻痺してるかもしれないですけどでもそういうアナウンスがあればねこうして皆さんもすごく応援していただいてる皆さんにも「あとこれぐらいっぽいですよ」とか「これぐらい進んでますよ」ってこう言えてねなんかイメージしやすくなるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうものがねやっぱりない状態でのね街というのは皆さんなかなかね もや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 やされてるしていただいてる方もいるかもしれませんけど、まあ、こうやって聞いていただいても分かるようにね私自身はまあ体もねありがたいことに気持ちも元気いっぱいで毎日過ごさせていただいておりますので、ね、何度も言うようですけど「今日からまた歌レポやります」という動画をね私自身も楽しみにしてますし皆さんもね、えー、見ていただける日をもしかしたら今日かもしれないというですね前向きな気持ちで。 続続けて、ね、続けて、て、待ち日本語歌し、引き続き待ち続けていきたいなというふうに思いますので、まあ、改めてね丸々2ヶ月経ちましたということでちょっとねお話をさせていただこうということで今回はこんなお話になりましたということでこんなお話であっても皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。